沙美。原因不明で失われた冯四爷が2012年に沙美の番案と左側の空き家の中で発見され、彭四が開眼供養の儀式を行い、正式に村を守る重要な任務に加わりました。沙美。昔この池で水難事故があり、信者がこの地域を沈め、邪気を払うため池のそばにこの冯四爷を建てました。沙美。この冯四爷は風を沈め邪気を防ぐだけでなく、俗に走孝と呼ばれる親族がいなくなった夫婦の最低限に抑える役割を担っています。沙美。聖堂石の立面に浮き彫りの形で表現しており、金門でよく見られる立体形の冯四爷とは異なります。沙美。素朴な外観で体には色が塗られておらず、輪郭は風化によってはっきり見えません。